新型コロナの感染急拡大を受け、県は先ほど独自の宮城医療逼迫危機宣言を出しました。県民にワクチンの早期接種や検査キットなどの準備を促す一方で、行動制限は求めません。ただいま来年1月16日までを期限として、県独自の宣言、宮城医療逼迫危機宣言を行うことといたしました。 県は今日午後開いた市町村長会議での意見を踏まえた上で、先ほど対策本部会議を開き、県独自の宮城医療逼迫危機宣言を出しました。宣言は今日から来年1月16日までです。県民にオミクロン株に対応したワクチンの早期接種を促すとともに、会食の際の大声での会話を避けることや 習いい事や塾での感染予防に特に特気ををけることなどを求めています一方で、国が今月11日に出した新たなレベル分類に基づく県の感染状況は、病床使用率では行動制限を含めた対策を呼びかけるレベル3に相当しますが、村井知事は、レベル2にとどめることを決めました。レベル3は病床の使用率が 確保病床の50%を超えると都道府県の判断で宣言を出すことができ、今日現在の確保病床の使用率は県全体で63.3%に上ります。しかし、旅行や会食などの行動制限までは求めず、症状の軽い人は抗原検査キットを使った自主検査を求め、医療逼迫を防ぐよう呼びかけています。